キンです。さあ今回ですけどもセーフティーバントの活動をやっていきたいと思います。イエーイ。私ですね、一応右バッターなので今回はその右バッターのセーフティーバントのねコツっていうのをやっていきたいと思います。私自身あんまりね身長高くない選手でしたので結構右のね小技バスターとかスラップとかそういうのやってきましたんで、実際にですね今回はボールを投げてもらって右のセーフティーをやるところをそのコツをですねお話ししていきたいと思います。まずね最初にコツを言ってしまうとですね、右バッターで、セーフティーするってことはこうね1本ヒットを打ってくると思わせといて、セーフティーバントをねするってことなんで、できるだけねギリギリまでバレたくないじゃないですか。普通に送りバントみたいにして早めに構えてしまうと、特に右バッターですからサードがバーンってね詰めてこられてしまうともうバントした時点で余裕でアウトになってしまいます。なのでギリギリまでバレないようにいかにもねこう1本ヒット打つぞっていう雰囲気を出しながら実はセーフティーをするっていうねというね感じで、セーフティーバントやっていきたいと思います。じゃあやっていきましょう。まずですね普通に構えます。で、持つところは普段一番下まで持ってるんだったら一番下まで持った方がいいです。セーフティーするからって短く持ったりするとやっぱよく見てる選手とかねいますから、なんかやってくるなっていう風にバレてしまいますので、確かに短く持った方がこの辺が近く持てるからなんかその方がいいのかなって思うかもしれないんですけど、一番長く持って、いつも通りねグリップの位置は変えないでいいと思います。何球か続けてやってみたいと思います。構えてボールが方としてはこう構えてステップ してもしなくてもまあどっちでもいいんですけど、構えてバントするってなったらまず前、後ろでやる方法もあるんですけど、多分後ろでやる方法はかなり難易度高いですしファールになる確率があります。で、右のセーフティーで一番大事なことって意外性なんですね。右バッターって基本的にセーフティーしてくるって思わないじゃないですか。右バッターがいきなりバントしてくるから警戒してないサードとかファーストがびっくりして、セーフになれるっていうね、その意外性がすごい大事なんですよ。基本的に普通にバレてしまったら右バッターですからほとんどアウトになってしまいます。なので一発で決めたいんですね。その試合の1回から7回までの試合の流れの中でもうこの1打席っていうね、その1打席だけのためにセーフティーバントを決めるっていうのが多分ほとんどの本来のね目的だと思うんで、毎回右でセーフティーしてたらもう絶対アウトになってしまいます。なのでここっていうところでしかも一発で決めたいんで、あんまり後ろのセーフティーっていうのは構えてこのまままっすぐ下ろしてきて後ろでバントする、これって確実、基本的にはここにベースがあったとしたらですね、そのベースの上にバットを下ろしていくっていう感じで、ちょっとでも下にね後ろに行ってしまうと完全にファールになってしまいます。なのでおすすめは構えてこっちの前でバントする、そのセーフティーの時にですねバットに当てたらもうしっかり殺してもうそのまま走っていく、そのね前でやるっていうのをおすすめします。でもう一回やってみたいと思います。もう一回いきます。後ろでやるバージョンも一回やってみたいと思います。はい、というわけでこんな感じでねバットを、送りバントのポイントで一緒で大丈夫だと思います。で、そこでバット当てたらもうすぐに向こうに走り出すと、そんな感じで練習してみてください。こんな感じでセーフティーバントを1個ねやれる技として持ってると自分のバッティングの幅も広がると思いますので、右バッターでセーフティーバントマスターしたい人はですねぜひ練習してみてください。
はい、というわけで今回はセーフティーバントのコツというテーマでお話しさせていただきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。また明日の夜7時にお会いしましょう。バイバイ。